通じですということで、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。静音計画第2弾という形でね、今回もお送りしていきたいと思います。で、前回第1弾がですね、静音計画シリーズの、まあ、風切り音防止対策ということで、そちらの方をやらさせていただきました。で、今回も、ね、続いて第2弾ということで、じゃあ助手ちょっと持ってきて。はい、ダダーンとね、第2弾はロードノイズ対策の、ロードノイズ低減マットなります。はい、ということで今回はまあね、大輔くんがね、来てくれました。いつぶり？動画に登場するのは今年初だよね。まあ、そうですね。はい、ということで、今回はね、大輔くんに、まあ、ゲスト出演していただいて、まあ、ちょっとね、作業の方を手伝っていただきたいと思います。じゃあ、とりあえず、まあ、やる前にまず現状のね、タントのそのロードノイズが、まあ、どのぐらいかっていう、まあ、前回の風切り音防止の動画を見ていただいた方は、まあ、なんとなくね、今の状態がわかると思うんですけど、まあ、この動画から見ていただいた方、まあ、とりあえず現状もう一度再確認していきたいと思いますんで、じゃあとりあえず、まあ、お昼食べがてらね、ちょっと繰り出しますか。おい、さっきあれも早かったじゃないか。はい、ということで、繰り出していきます。はいはい、てな感じで、撮りました、撮ってきました。さっき音どうすかね、でもね、どう、あのルークス、自分のルークスと比べてどう、これタント。まあまあまあ、静かっちゃ静かっすよね。ルークスと比べて静かな、うん、あれ、ルークスターボだっけ、ターボじゃないです、ターボじゃないですけど、まあなんか一番はエンジン音が、うん、まあないかなっていうのは。ああ、比べて、そうそうそう、同じ NA でも、うん、なんかアクセル吹かす時というか、うん、回転数上がる時はどうしてもうーんっていう音が、うん、まあ、するんですけど、まあやっぱりないのかなっていう。ああ、なるほどね。まあやっぱり前回風切り音対策を、まあ、やって、一応横からの音っていうのは軽減されてるんですけど、だいぶ、まあ、やっぱ下からのね、音結構拾ってるんで、まあ、今もね結構鳴ってますけど、ガーッつってザーッつってなってるんで、まあ、これがねどのぐらい今回のマットで低減されるかやっていきたいと思います。帰ってということで買います。いつこう、はいはいはい、ということで、帰ってきたところでね、早速作業の方に、移りたいと思うんですけど、まあ、まずこちらのね、簡単な紹介の方からいきたいと思います。今回が、この商品アイテムナンバーが、2661、のロードノイズ低減マットの L サイズのものになります。サイズの方が48センチ幅の、長さが130センチですね、はい、幅広タイプという感じになります。で、あともう一サイズ、ちっちゃいタイプがありますね、はい、L じゃないやつがあります。で、裏面を見ると、まあ、低減をする原理はこれだということで、またエモさんの方で、ご紹介、ご解説されてますね。まあ、要はフロアから登ってくる、まあ、さっきのね、ご紹介した走行音ですね、ロードノイズが、このマットを引くことによって遮音するという感じでございますね。で、もう方法的にはこのマットのこの下に引くので、その形に、なぞってもうカットするだけと。で、あとは滑り止めのね、テープを裏面にやるだけっていう、もう本当に簡単な感じでございます。はい、まあ実際やりながらね、また、その辺ご紹介していきたいと思いますんで、それでは早速作業の方行ってみよう。はい、さあ行くぞ。じゃあちょっとね、早速開けていきましょう。まあ、さっきね、大輔くんが持った時にすげえ重てって言ってましたけど、結構重いよねこれね、重量感あるよね。おい、喋れよ。振ってんだから喋れよ。はい、で、開けた感じがこんな感じですね。マット本体と、その裏面のね、滑り止めテープが、同封されております。で、本当に重量感がすごいあるんで、まあ、効きそうかなって気はしますね。まあ、一応構造を見ると、裏面にも書いてありましたけど、この白い部分が吸音材ですね。厚さが 3mm って書いてあります。吸音材と、で、この上の黒い部分が遮音材と
という感じですね、はい、こんな感じなので、まあ結構本当に期待できるのかなっていう気がします、はい、これを使って、やっていきましょう。じゃあまずちょっと、リアがあるのでリア側をこれ取っ払います。なんでこれ抜けねえの、これ多分ね、アンプがねなんか邪魔してんのかもしれない。あ、なんかマジックテープで止まってる、臭い。あ、なんか1円見っけだ1円がありました。逆光ですね。そしてちゃんと閉まってますね。よいしょ。はい、結構奥まった感じでねこっち側なってるんでちょっと取りづらかったです。はい、じゃあこれをそっち持ってって、こんな感じで、揃えたところで、ここからこのマットに、純正のマットに並べて、沿って、カットしていくということになりますんで、じゃあ体験で、じゃあ大輔くんに、やってもらいましょう。じゃあ一回その前回のあれですか、ドラえもん描いた方がいいですか。違うわ、もうこんな感じで、あ、縁取って、そのね、前回風切り防止音のやつで使った、マーカーでやってください、描いてください。はい、まずはこっちからでいいですか。いいっすよ、まあ、ちゃんと踏んでね、抜かないように。はい、結構出るよね、それね。そうっすね本当、前回のままだけど、あれもまだあれ気になった、やっぱりもう、そう、全然ね、ちょっとまだ落としてねえのかよって言われそうだけど、書きやすいっすね、硬いから、これマット縁が、ああちょうどいい感じ、ちょうどいいですね。はい、じゃあこんな感じで、縁取りましたら、もうあとはハサミでカットするだけでございます。じゃあ第一刀どう？あ、結構すんなり切れる。まあまあまあ、すんなりは切れますね。どう、切り心地は？うん、まあ硬いっすねとりあえず硬いっすね。あ、じゃあちょっと俺にも切らしていっちゃう。いや、ダメです。なんだよなんだよ、ちょっとやっぱりハサミ見ちゃったよねそうなの、職業的に。はい、あ、そうなんだ、そういうのあるんだ、やっぱり。ないっすけどね。なんで、どっちだよちょっと適当なこと言うのはやめてもらっていいっすか、これまあまあ、でも柔らかすぎないから。ああ、硬すぎず。あ、そう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 、柔らかすぎもせず。そうそう、多分これ柔らかすぎたらすぐこうベロンって、あー、逆に切りづらい的なね。そうなっちゃうから。ああ、いい感じで。いい感じですよね。はい、じゃあこんな感じでね、どんどん進めていってもらいましょう。よいしょ、終わりました。はい、じゃあマットのね形状にカットし終えたら、今度は裏面にこのズレ防止のねマジックテープを施工していきます。はい、じゃあこんな感じで、ズレ防止テープも施工し終わったところで設置したいと思います。いや、いいね、楽しいね、こういうの。こんな感じですか。そうっすね。これなんかちょっと、これ合ってんのかな。これもすげえ、この角とかさ、知らないっす。いや、一回じゃあこれでちょっと被してみよう。はい、お願いします。いや、完全にこれマーキングミスってないですか、肉助さん。絶対ミスってないです。ほら、ピッタした。いや、これ出てるし、これ。ああ、それは切った方がいいでしょうねいや、お前のマーキング通りだよ、これあ、すっげえ見えてんねまあ、これ赤だからですよね。はい、まあ、もうちょっと、微調整した方がいいですね。はい、で、微調整してカットしました。はい、まあまあ、だいたい見えなくなりましたね。だいたい見えなくなって、
まあ、ペロンってやるとね、はい、います。こんな感じで、はい、後ろはまあこれで完成ですかね、大輔さん。はい、はい、リアが終わったところで、まあ、前に行くわけなんですけど、でフロントがですね、やるにあたってこれ見ていただけると、この純正のマットがですね、この、まあ、ちょうどセンターですね、センターのところが空いてるんですよね。だからこう助手席と運転席でマットが分断されてる感じなんで、まあ通常リアと同様にやると、まあもうこのこことここっていう感じで、真ん中が施工できないので、ここはねちょっと私考えてたんですけど、うん、できればやっぱここも塞ぎたいなと、思ってるわけでございます。なのでフロントに関してはちょっとリアのやり方じゃなくて、もう一歩突っ込んだ形でやりたいと思います。どうやるかというと、まあこのフロアのこの下ですよね、まあさらになんて言うんだろうこれ、まあフロアマットのさらにまた内張りマットなんて言うんだろうこれ、うん、まあこれをまたさらにちょっとひっぺがして、その下にもう一セットね、フロント分を引きたいと思います。この内張り剥がしを使ってということで、まずこのマットを引っぺがすにはですね、タント L375S の場合だと、まあ、ここの2つですね、この内張りを、バラしますということで、内張り剥がしね、これを使っていきます。で、まあ、新車ですとかお車がまだ綺麗な状態の方は、まあね、傷つかないようにここにね、当てる前にマスキングテープとかで、まあ、養生をすることを強くおすすめします。私はもう、マスキングしないでやってるんで、これ、まあ、見ていただくともうガチガチなんで、ね、アップズームしていただくともうこれガチガチなんで、まあ、私はもういや、ノーマスキングでいっちゃいますけど、お車が綺麗な状態の方はね、マスキングしてやってください。はい、ってな感じで、はい、こんな感じで取れますんで、こことで、ここが、まあ、ビスっぽいクリップがあるんで、まあ、これはプラスドライバーとかで回すと浮いてくるので、これであとは引っ張れば取れます。そしたらあとは、適当に引っ張れば、はい、取れますので、はい、こんな感じです。でここまで取れたらば、あとはこれ、このマットがこんな感じでなんか爪に引っかかってたりとか、このマットを止めてる、やばいクリップがこれここにあるんですけど、はい、ここにこれがあるのでこれも取ってあげれば、はい、こんな感じで運転席側は剥がすことができますと。手でいけますね、はい、こんな感じで、ここは、まあ、この黒いグローボックスの下のカバーがあるんで、これは外しちゃった方がいいかもしれない。こんな感じですね。で、するとここに黒いのがまたあるので、これもちょっと回して引っ張って取る感じ。で、あとはこれ引っ張れば、こっちはこの脇にクリップがこうあります。ゴムをちょっと外して、よし、はい、でここまでやれば、助手席側もこうやってめくれますので、はい、こんな感じでございます。はい、一応剥がした姿がこんな感じですね。まあ一応ここにまあこれなんだっけな、名前忘れちゃったけど、まあそういう、まあ、一種の吸音材、みたいなものが貼られております。なんだっけこれ、ちょっと名前忘れちゃったけど、うん、カタカナのやつ一応貼ってはありますね、うん、はい、まあとりあえず、こっちのフロントの方はここに引きたいと思います。この下に、あ、じゃあ大輔君これそっちで持ってもらって、はい、一応引きっぱの状態だとこんな感じですね。
まあこの真ん中ら辺がやっぱりこのなんていうんですか、カバーが下にあるので、このままだとまあこんな感じでシワ寄っちゃうんで、ちょっと途中切れ込みを入れたりとか、まあちょっと微調整はやっぱり必要ですね。はい、やっていきたいと思います。うまいんじゃないですか。あ、いいね。一応今まあ、何の固定もせずに、元に戻してみると、まあ触ると若干ちょっとブワッてしてるかなって気はしないでもないけど、まあ全然まあ普通な感じですね。戻した感じは、うん、あ、まあ大丈夫っすね、いけますねこれでね。はい、じゃあちょっとあと、まあ、若干はみ出てるとことか、もうちょっと微調整してやっていきたいと思います。これでいきますフロントは。まあ本当このマットが一体型だったらリアと同様でいいんですけどどうもねやっぱり純正がここ間空いちゃってるんで、まあフロントはねこんな感じでちょっと考えてみました。はい、やっていきます。はい、で今戻している途中なんですけど、まあこの辺さっきのね、鉄板のむき出し部分とか、はい、こんな感じでやった結果が、まあ端材はあともうこんだけっていう感じになりましたんで、まあだいぶ、無駄を極力なくしてやれるだけやったって感じですかね。ね、大輔くん、はい、ってな感じで、運転席側も元に戻し終わりました。はい、じゃあいきますか大輔くん、施工後のね、はいはい、企画、行ってきます。スタート。なわけでエンディングです。いかがだったでしょうか。とりあえずね、施工後の走行テストから、帰宅してきました。はい、でまず私のね率直な感想としては、走った結果やっぱ舗装された道とか緩やかな段差とかはやっぱ静粛性がワンランク上がった気がします。うん、今までがこうすごいダイレクトにドンっていう風に来てたのが、ちょっとやっぱりとんがってたのがこう音に丸みを帯びて、やっぱちょっとフィルターが一個通されたような感じに聞こえましたね。うん、大輔君はどうですか、どう感じました。まあ僕はそうっすね、あんまりこのタント乗ったことがないですけど、はい、まあやっぱりこのなんですかね、施工されてるところはなんかやっぱりこう振動とかがまあ緩やかというか、うん、まあちょっと静か、うん、な感じがしたんですけど、まあここはやっぱり静かな分そのエンジン音とか、はいはいはい、まあトランク部分とかがちょっとまあ前と後ろですね、はい、まあ、何もしてないところなのかなっていうところはちょっと、はいはいはい、なんだろう、余計にこう
そうですね、強く感じちゃったという、うん、ダイレクトにね。やっぱりまあ前、第一段階の風切り音防止の時にもまあ言いましたけれども、やっぱりまあデッドニングあるあるで、施工したところはやっぱり一段階ね、静かになるんですけど、やっぱりその他に施工してないところのやっぱりロードノイズとか音が今度逆に際立っちゃって、まあ目立つというようなまあ現象がね、やっぱどうしても起きてきて、しまいます。はい、まあとりあえず一応まあ私たちが、施工前後で、感じた感想はそんな感じでございます。あとはまあ動画の方がねその辺がうまく音がね皆さんにも分かるような感じで差がね出てるかどうかっていうのはちょっとこの後、編集してみなくちゃわからないんですけれども、はい。で、まあとりあえず、こちらですね、まあ今回施工してみました。まあ作業的にもね、でも本当にまあマットの形縁取って、まあハサミでカットするだけなんで、まあね全然簡単でいいですよね。やりやすいですよね、やっぱりね。そうですね。うん。ということで、まあロードノイズで、ちょっと噛んじゃった。ロードノイズで、まあちょっと気になってる方ね、もうちょっと静かにしたいっていう方はね、まあ本当に、風切り音防止テープと同じで、やっぱりワンランク、上がるような感じになりますんで、まあ私の感じだ、所感としてはね。はい。なので、まあ、また概要欄にね、リンクの方貼ってありますので、ぜひぜひ見てみてくださいませ。で、一応今回フロントの方は、まあ私の独自の、やり方で、まあ、こうやったら、まあね、この間が一体型じゃないんで、まあ隠せるし、まあより多くの面積が、まあ覆えるかなと思って、ああいう感じでご紹介してみました。で、本来、本気のデッドニング、フロアデッドニングってなると、もうこの、今ね、座ってるシートを全部取っ払って、で、マットの部分ですかね、絨毯みたいな、これも全部剥がして、鉄板を剥き出しにして、で、そっからまた、精神剤貼ったりとか、マシンサレートね、吸音剤を敷き詰めたりとかっていう感じに、なるんですけれども、まあ、今回は、まあ、必要最低限の、まあ、脇のステップ部分を、まあ、内張り剥がして、まあ、やれば、あんな感じでできるかなと思って、ご紹介してみました。はい。なので、まあ、その辺、あんまり気にしないでね、従来の、本当にやり方で、ね、この、純正の、このマット、フロアマットの裏にやる場合は、もう本当に、簡単に施工できますんでね。はい。初心者の方も、ぜひぜひ、試してみてくださいませ。ということで、まあ先ほどね、大輔くんがおっしゃってましたけれども、まあ前とね、後ろの方が今度際立ってきたということで、次回もその辺に続きますんで、こうご期待。それでは皆さんごきげんよう。次の動画でお会いしましょう。ではまた。バイバーイ。バイバイ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あ、大輔くん今日は、お疲れ様でした。あ、はい。お疲れ様でした。ありがとうね。わざわざ手伝いに来てくれてね。なんかそんな感じになってますよね。ね。ありがとう、本当に。いや。今日は。いえいえ。ご苦労様でした。なんかくれるんですか？いや、なんもないです。あ、そうなんですね。本当ありがとう。わざわざ、手伝いにだけ来てくれて。まあ、手伝いだけじゃないんですけどね。え？何しに来たの今日？もう、いいっす。